回の記憶は大原に地下室がまさかのダイヤまみれドッキリを仕掛けたんですけどね。びっくりしたよ。ちょっとかなり面白かったんですけど、今回の動画ではまたね、このピラミッドの A 地区 B 地区、僕のあの敷地と大原の敷地をですね、もう改良すべく建物建築していきたいと思ってます。にーんラー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 、違うんだ違うんだ、それ違うね。エグザイルのやつなんだっけ、チューチュートレイみたいな。ファンファン、 We be the same同じ屋根の中、 We are we are we we。 どうも皆さんこんにちは、全部ロブ記憶です。そしてあーおつということで、今日も記憶からやっていきたいと思うんですけど、違うけどね、違う、ちょっと違うよな。今日なんですけど、前回ね、ちょっとドッキリ仕掛けちゃったから、ちょっと大原ちょっと拗ねてるんですけどね。あー、怒ってる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 よ。今日なんですけど、この A 地区、僕の A 地区と大原の B 地区ね。はい、大原の B 地区と A 地区が進行司会言うたらちょっと寂しいというか、乳首が叫びじと、いやもうちょっと寂しいというとこなんで、今日はもう建築対決じゃないけど、まあお互い建築していって、見せ合い1個じゃないけど、最後に見せ合い1個できたらなというふうに思ってます。はい、なるほどなるほど。いいですか、バカがよ、いいですか、うるせーお命、はい、ちょうだい。あー、ごめん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 、ほんとごめん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 。キョウキョウさん、はい、ハート10個あるじゃないですか。はい、10個ある、僕10個ありますね。僕の方が2個半ですね。違う、今当たり判定が優秀だった。めちゃくちゃ痛かった、頭の横をシュンっていこうとした。やんのかやんのかやんのか。もう二度と来るな。じゃあ仲直りしたということで、じゃあちょっと作っていきますか実際で。今回縛りとかは特になくいこうかなっていう思ってます。じゃあ用意スタートということで、今日はですね、僕作ってきたと思うんですけども、はい、僕ちょっとね、石が気に入っちゃってるんで、石を使っていきます。石以外使ったらどうなんだ。いや、石がやっぱ最強ってことに僕は気づいた。石だけに。はあ、面白すぎる。でででででで、最近この流れも100ユーロ。それだ、あの謎のでででででのコナンの BGM かかって、何回でででででを聞くんだ一体。いやでも俺マジで、マジなんだ、中学生中高生の時コナンマジ死ぬほど見てた俺。なんか YouTube とかに上がっちゃってたじゃん、ただでね見れちゃう。いやそれは良くないですよ。だから僕それで言うと、価値あるものにお金を払わなかったら意味ないじゃんって思った。自分の人生的に何にお金払ってるかっつったら、価値あるものに払うわけじゃないですか。まあ、正論にしか聞こえないじゃん。でもそれは自分の信念というか、俺結構信念系 YouTuber じゃん俺。だから企画会議があって、企画会議ってやっぱいろんな企画出すんですよ。心霊スポットでなんとかするみたいな企画がちょっと出たのよ。で俺もそれ本当に無理なんですよっつって、でもその人たち分かってくれる人たちだから、じゃあなしにしましょうみたいななるじゃん。まあドズルさんなんですけど、ドズルさんがえ、なんでなんすかってすごい言う。まあ、あの、そんな高圧的じゃないよ。その、え、実際、なんでなんすかみたいな。その、心霊スポット、ほんとダメなの、なんでなんすかって言ったら。でもそれはもう僕の答えは一つで、僕の信念的に無理なんです。その、そういう心霊スポットとか、心霊系に行ってしまうと、何もかもうまくいかなくなっちゃう気がするんです、みたいな。まあでもそれでドズさんとかはさ、わかりましたって言ってくださるからさ、やりやすいよね。あと俺絶対開けたら閉めるじゃん。あ、確かに。ドア開けたら絶対閉めるんですよ。閉めなかったら俺いつも引っ叩かれてる。引っ叩いてねえわ。でも引っ叩くレベルで僕は言いますよ。いや、ちょっと開いてる開いてる開いてる。ちょっと待って、開いてる開いてる開いてる。3回目で蹴りが飛んでくるから。いや、飛んでこねえよ。どんなイメージをつけたいの僕に。そうやって。魔王みたいな。いいんですか、その。本当はね、こういう話を動画でしない方がいいんですよ。なぜならば、こういう信念の話って、エビデンスとか一切ないわけですよ。あれでしょ、あの、醤油かけて食べると美味しい。え、どうだい、ちょっと、解説して。エビの話してた。そう。いや、俺これ、いや、ハマっちゃったわ。前回と一緒やん、これ。やっぱね、進化。人としては。え、でも俺ほら進化してる。ちょっと丸っこくなった。遺跡感出てる、遺跡感。増えたな。いいね、この丸っこい感じ。丸っこい感じめっちゃ好き俺。そういう趣味が。え、大原どういう趣味なの。やっぱ角張った子が。やっぱそうなんだ、やっぱ昔からそうだよね、でもね。これ何の話だっけ。わからん。大原でもメガネ好きだよね。お
このチャンネルでバンされてる好きな人の話するあれあ、バンルールあった。赤バンされますよ、これ以上話し続けると。いやいやいや、なんでよ。だって俺が通報しますよ。やめてください、吸ってよ吸ってよ。あ、そうやってさ、圧かけるじゃんそれ、なんかバンしますよっていうなんか俺、遺跡になるな、なんかこう、砂岩使うと。大原が作ってるやつ、すげえ楽しみなんだけどね、今。え、なんで。いや、なんかどういうの作るんかな。別に縛りとかなんもないわけじゃん大きい変なもん作って遊ぶつもりだった。いや、それがいいんだけど。要はさ、大原の遊びって高度なのよ、高次元の遊びなんですよ。マイクラにおける遊び。ああ、やばい、ベロ出しちゃったあ、でもなんかすごい、待って見て、めっちゃ暗いっぽいよね敷地感出てる。なんか入り口をかっこよくしたいな。いや、なんか建築面白いな。マインクラフターだ。マインクラフター究極。マインクラフター実況者がここにいる。どうしようかな、何作ろう。まだ作ってもないの。いや、なんかどうしようかなっていう。迷っちゃうね。迷っちゃんこ。下ネタは良くないんじゃないか。下ネタじゃないし、どう考えて迷っちゃうのっていう。ああ、うん、びっくりした。落ちたと思った。俺そんな下品な男ちゃいますよ。なんか、なんだろう、チンコこぼれたぞそれ面白いね。めっちゃ今のは100点でしょ。100点あげなかったじゃん、何点あげればいいのっていう。ありがとうございます。これやばくね、なんかかっこよくない俺、うん、なんかいい感じだよね。俺の進行速度が50倍速いじゃん。サボってんじゃないお原。バレたか。あれ、なんか待って、王国感ない。なんかおしゃれじゃね。いや、でもなんか楽しいわマジで、こういうのをやると建築に目覚めた男。イエスイエス、オーイエスだな。ピンピンパリピンピンパリ。うわ、なんかこれ違くね。もう完成でいいかな。ちょっと先輩今日はもうここで閉めとこう。ごっしょ。いや、待って、見て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 。ああ、ちょっとどうしたって感じ。珍しくちゃんと建築できてるどうしたの。頭打った。俺も分からん。ゴミばらまいて遊んでる場合じゃねえ俺は。そうやって嫌がらせして俺じゃねえ。だからあれでしょ、小学生の時好きな子にすぐ今日ちょっかい出してた口でしょ。それになると俺はお前が好きということになってしまう。いや、そういうことですよ。それも物語ってほら見てよ、ちょっとこれどうよ。ちゃんと建築してるじゃん。いや、そうだよ、真面目でしょ。どうしたの。うわ、出た、俺ちゃんと勉強してきたんだよねっていう人に対して。え、どうしたの。え、やって意味ある、そんなのそこまでは言ってて。いや、それは言ってない。珍しいね。いや、珍しいとか言わないからさ。最近割とさ、すげえなんか開花してない。いや、自分で言うなよって話なんだけど。いや、でも実際そうなんだよね。ありがとうございます。名乗ろプロ。いや、それ謎でしょ。世界一建築上手い男って。おお、いいな、それはね、ありまんざらでもないみたいな。まんざらでもない。やっぱこの草とかを使うと一気におしゃれになるよね。草生える。草生やす。え、なんでクリップ入んだよ危な。やれ。どこで湧いた。なんで。ちょっと今夜、昼だよな。昼だね。オレンジの裏絶対真っ暗うわ、ちょっと危な。これ爆発されてたら、うわ、こことかも真っ暗オブ真っ暗じゃん。待って、なんか良くない良くない。待って、テンション上がんないけど、なんか普通に家できてて俺割と気づいていい感じ、いい感じ、非常に喜ばしいですね。まあ、そうですね、喜ばしいとかけましてなんで俺が解くことやってんだよ。かけましてって聞くのよ。いや、喜ばしいとかけまして、何と解くんですか。じゃあリンゴと解きます。リンゴと解く、その心は。俺じゃねえやっぱ俺じゃねえやんねえ、バカ待って、すごいなんか嬉しい。いや、なんか自分のその家ができていく感じがすごい。大原さん、その感動も忘れちゃったんじゃない。確かに悲しいよ。全米が泣いた。全米は泣いてるよ。からのモニタリングであったの、そういうの。なんかからのとか、あれ死ぬほどうざいよね、教授さんだってね、うん、俺がからのってピンタしてきた死ねえなんでそんなビンタキャラにしたいの。光の速さで飛んできた俺、大原のことビンタ、でも一回してみたいかもしれんなんかいい感じになってきたの、マジで。さあ、大原さん、どうすか進捗は。15% ぐらいまあでも骨組みが、あ、でもおしゃれだな、この骨組み。あ、出た、階段ブロックをうまく使う人、出た。待ったら階段ブロック置いとけば、もうどうにかなるんすよ。うわー、ちょっとこれパクりたくなるね。なんかすごい、待って、見ちゃったもんね。著作権取るよ、ちょっとお金取るよじゃあ俺もちょっと頑張ろう、大原。結構進んでないふりして、大原めっちゃ進んでたから嫌なやつだだからちょっと俺も頑張ろう。あ、やっぱ凹凸をね、つけていくの大事ですから。さあ、どんな凹凸を見せてくれるんだ。結構俺気に入ってるよ、この凹凸。品位うなぎ。いや、なんか俺おしゃれになってきちゃったよ、ちょっと。てかさ、ギョギョさんがさ、はい、ちゃんと建築してるからさ。いや、建築して、これツイッターに載せたい
建築したよっつって、いや待って、ほら見てやばくない、なんかおお、かっけー、めっちゃこなんかよくない、この進化してる進化してるよね、この男進化している、俺進化してるかもしんない、マジでかっこいいね、それ、やば、楽しい、マインクラフトの楽しさに気づいてる、やばい、これだよマインクラフトの真髄はうわー、なんかおい、めっちゃいいじゃん、ちゃんとしてんね、俺参っちゃったよって言ってね、そうやってね、勉強してない理論ね小池さん勉強してないっつって、本当に勉強してないから、そう、みんなノーベンって言うじゃん、いや甘いと、真のノーベンを経験したい人はね、もう、あ、俺ノーベンだわとかも言わない、何も言わずに受けて何も言わずに落ちていくそうそうそう、修羅だよ、今日のそのそうだテストについて言及しないですよ、もはや真のノーベンはよくその多分学生あるのか分かんないけどさ、うん、ここなんて書いたみたいな聞くだけ、あ、聞く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 、我々の会にそんな会話しないよ何大原我々って、大原敵だからぶっちゃけ、ぶっちゃけ大原敵だからあれ俺、あれ俺そっち側入れてないぶっちゃけ大原はマジでノーベンとはつって57点ちゃんと取る人だからこれ本当です俺だって地頭いいからさ悪いな、出た地頭うわー、俺もう完成かな、それで言うと、あら結構なんかこだわれたし、やばい、牛牛さん完成、早い、ちょっと見なさいよ、ちょっと、おお。でででん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 でんでんでん。いやすごいすごいすごい。でん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 。え、やるね。思ったよりちゃんとしたもの作るんだもん。ああ、まさか作ってる時にこんなことになるとは思ってなかった。俺ふざけらんないじゃん。俺変なもん作れないよ。いやいや、変なもん作ってくださいよ。ちゃんと作んなきゃって。変なもんが面白いのよ。あら。キョキョの流儀がある。ずっと探してた、まあそうですね、ちょっと歌ってみて、そうですね、俺今作ってんの、ええー、後にして、あります、いやー、なんかいい、我ながらいい家だね、ずっと我ながらいい家って言っちゃう、いや俺もね、その目すげえうまいと思う、またそうやってあちゃん、あちゃん、ね、木持ってね、木、木ください、大原さんどうせうまいの作るんでください、飽きねえわ、持ってなかった、もう取りに行っちゃうよ、俺ぐらいになると、まあだから大原もまあ俺のレベル足したらまあ、うん、分かると思うけどクズやなんでお前いいんだよ、こんなこんなところに、普通にいいんじゃん、あ、なんてこったパンナコッタ、パンナコッタなんてこっただよ、パンナコッタなんてこった、一マスずれてるじゃないか、めっか、いや、俺はそういうのも本気になっちゃうけどねうるせえないや、まあ、俺ぐらいになっちゃうとまあちょっとねいいね、てか俺こっちに作業台作ろう、毎回所定の作業台行くのめんどいわてか作業台をさ、気軽に作れる俺すげえわ、なんかね、最初からの進化が見て取れる、最初さ、作業台どうやって作るのみたいな、そう、ほんまリアルそうだったもん、いや、リアルほんと、作業台って何みたいな、そんなレベルだと思う、作業台を、だからそこをさ、怒らずさ、教えてくれた大原の寛大さよ、終わるたびに、うん、はぁーっつって死ぬほどでかいため息ついたいや、それはないよ、でもね、そこ聞いてもね、すぐ教えてくれるしさ、いや、私は嬉しいですよ、だから人に恵まれてますよ、ギョギョさん、大原さんほもほもしい見てください、内装完成、いや見て、はい、おお。おいやいや、いいやん、いや、いいよいいよ、全然いいよ、いや、ノウハウがこうね、蓄積されてる感じ、俺ふざけらんないじゃんいや、ね、大原のおしゃれだな、なんで真面目に作ってんのいや、そりゃそうでしょうよえ、なんかすごいにぎわってきたよ、こういう世界俺は望んでいたよ、乱雑じゃないよね、道を敷いてるっていうのもあるけど、これ絶対さ、なんかその家建てた人の性格出てるじゃん、出てるだろうね、出てる、絶対性格出てる、大原さんの見ていいっすか、はい、ててんてんて、あ、落とし穴ですか、次よ落とし穴好きすぎでしょ、いや、カーペットがおしゃれ、え、待って、おしゃれ、内装まだやってないんだよ、でも、いや、てかおしゃれだな、あれ、これ生かしてんの、これ、いや、一応残してあるって感じではあるけど、出た、ダイヤの倉庫、やっぱ A スポットだから、ダイヤ倉庫ね、ここ土地の所有権僕なんで僕なの、確かにね、だって自分の土地から石油出たらそれもう自分のものでしょ、地下から見つかったんで、やば、これあれ僕のダイヤと言っても差し支えないので、いや、すごいね、いいね、それでは大原さんどうでしょうか、完成でしょうか、
まあ完成でいいでしょう、完成でいいでしょう。私はまあまあ結局こういう感じになりましたと。おーすげえ。あ、内覧来てますね。内覧、あのすいません、はい、ここ住みたいです。いいですよ、あの家賃38万です。たっけ。いや、ここあの都内一等地なんで。ロサンゼルスかよ。いや、ニューヨークタイムズの近くでしょ、それは。まあでもやっぱ一つ俺の反省点というか学びは、はい、やっぱ一部屋しか作れてないなっていう。あ、大原のこの感じやばない？言うてなんか高建築だけどね。これいかつ、この緑いかついね。これしかもなんかそのガーデン感出るじゃん。なんか2階ない？2階なんか2階っぽいのありますね。あれ行けないの？あれどうやって行くんですかね。飾り、まさかの。あれなんか2階っぽいあるけど、なんまさかの飾りだったって。ただのあれどうやって行くんだろう。俺も知りてえ。おお、なんかいかつくなってきたよ俺らのこのピラミッドもね。なんか盛り上がってきた、盛り上がってきて、盛り上がってきた。ということでですね、今日は、ピラミッドの中に建築ということでございましたけどね。まあこんな感じでピラミッドの中も、充実させたり、まああと今日空き部屋になっちゃってはいるんで、まあなんかただ司書さんハウスにしたりとか。ああ、それいいかもね。まあなんか中でね、雲を飼ったりとかね、そういうのね、やれればと思います。この記憶ら毎日更新しておりますので、ぜひ皆さん、はい、チャンネル登録お待ちしております。そして、大原の YouTube チャンネルリンクはね、説明欄にありますんで、まだ登録してない方はぜひとも動画を見てください。建築動画とか上げられております。そして再生リスト、パート1からこの動画全部、最新話まで全部入ってますんで、次見る方とか、まああとは昔の動画見てない動画ある方、ぜひともこちらチェックしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。